はい、こんにちは、川部屋です。この日は日曜日の午後からの朝行、午前中に魚屋仕事を終わらせてからだったんで遅がけですが、快晴っていうこともあり、川に着くとすごい人、200人くらいいたそうです。ただ残念なことに、ほとんどの人が釣果に恵まれなかったようです。特に中流域が厳しいのが残念です。上流は塊を見つけられたらチャンスがあり、下流は細かいながらも天然遡上がいるんで鮎の気配はあるんですが、主力になる中流域が遡上魚も少ないし、放流魚もあまり見えず、いわゆる川がまだ出来上がっていないっていう状態なんで、なかなかいい思いをされているっていう方は少ないと思います。まあ、ちょっと岩船橋とかはかかるようなんですけどもね。もうちょっとあと6月半ばか末くらいからが本格シーズンだと思います。ということで、空いている場所に入って調査聴講をしてきました。